2005年に世界自然遺産に登録された知床。野生の動物や青く茂った木々など手つかずの大自然を体感できるのが知床観光の魅力です。そして壮大な景色を間近に望むことができるクルーズ観光も知床の人気レジャーの一つ。知床半島の東側、羅臼のクルーズ船です。この日シャチの群れに遭遇したこともあって観光客は大満足の様子です。いや、感動しました。見れると思ってなかったので見れてよかったです。山も森も海もあって素晴らしいと思います。大自然の中に身を置くことができる知床。しかしそれだけに危険も隣り合わせだといいます。天気予報が絶対ではないっていうのが、まあ本当にこの仕事をしててこう痛感することかなって思いますね。波がこう掘り込むことだってありますし、だから急遽の風だって絶対にありますから。特に急な天候の変化には細心の注意を払う必要が。そのため事業者はGPS や通信設備を使うなどして周りとコミュニケーションを取ることが重要だと話します。やっぱ無線通じながらみんなでこうコミュニケーションを取って、まあ一番やっぱ海のことを聞くんだったら本当に現場にいる漁師たちに聞くのが早いので、まあ早いですし安全ですし、まあ海の上は特にそうですよね。知床は海を知る人にとって難しい海域。そのことを物語る慰霊碑がウトロに残っています。知床岬沖では56年前2隻のイカ釣り漁船が遭難し26人が犠牲になりました。斜里町の歴史資料には知床海域は俗に魔の海域と記されています。昭和30から40年代頃のですね、知床岬周辺ではですね、避難できずに遭難する漁船が続発していたと。魔の海域知床。そのため岬の先端には分岐地港と呼ばれる避難港が作られました。斜里町ウトロで遊漁船を運航する門馬さんも知床海域の怖さを指摘します。この辺とは全然違いますよ、やっぱり向こうに行っちゃうとね。まあ、分岐地港って漁協の方もちろん漁師の方知ってらっしゃると思うんですけど、遊漁船の方とか観光船の方も皆さん認識はあるんですか？いや、みんな分かってるんじゃないですか。地元の人であれば誰もが知る56年前の教訓。しかし再び事故は起きてしまいました。これは事故当日の風の様子をシミュレーションした映像です。早朝は穏やかな南風が吹いていましたが、カズワンが出航した午前10時頃から急に北西の風に。その後強い風が知床半島に吹きつけました。その時に起きたのが短い凪の時間。地元の漁師などはこの凪をドヤスと呼んで警戒しているといいます。さらに当時現場付近には波浪注意報も出され、午前中は穏やかだった波も海上保安庁に通報があった午後1時過ぎには3メートル近くになっていました。その中、カズワンはなぜ出航してしまったのでしょうか。運航会社を知る人の証言などからずさんな運航実態が次々と浮かび上がってきました。率直な話しますと、やっぱりかです。やっぱりやったか、こう話すのは、おととしまでの5年間、カズワンの船長を務めた男性です。波があって僕らは欠航して、他の船が出てたりすると、結構よく、なんで出さないんだって揉めてましたからね。一方、海が荒れる中、カズワンの運航に恐怖を感じたことがあるという証言も。本日結構
かった。去年11月、鹿児島から知床遊覧船のツアーに参加した人は、自分も事故に遭ったかもしれないと振り返ります。その時の周りの波の高さが半端なくうねってまして、私たち乗船してる者にとってはもう上下がすごく激しい揺れを感じるぐらいの怖さは感じました。今回の事故のニュースを見ながらですね、振り返ると本当に死ぬ思いだったな。事故当日、荒れた天気のため地元の漁師は漁を見合わせたと話します。まあ、前日からちょっとやめ、もう行くのやめようっていう形です。それはどうして？いや、もう天候が悪い、分かってた。午後1時は結構風が、突風が吹いたりとかしてたはずなんで、沖も相当吹いてたと思うんですよね。いや、波も結構あります、出てきてた波も。海が荒れるようであれば引き返す条件付き運航ということを豊田氏と打ち合わせ、当時の出航を決定いたしました。午後に天気が悪くなる場合は、それを船長判断で戻ってきていただくようなことを長年やっております。会社はとりあえず海を出て荒れたら引き返すという条件付き運航を行っていたのです。これは会社が作成した運航基準です。風速8メートル以上、波の高さ1メートル以上で運航しないと定めていますが、条件付き運航の文字はどこにもありません。その基準から逸脱している内容であれば、到底それは条件付きじゃなくて中止、条件付きっていうのはもうそもそもないわけですよね。そもそもありえない条件付き運航。桂田社長は後に文書の中で乗客家族にこう謝罪しています。運航基準通りにカズワンの運航を行っていれば、事故の発生を回避できた可能性はあった。運航管理者としての自覚も足りませんでした。この運航管理者をめぐっても桂田社長のずさんさが露呈します。その日運航できるかどうかを判断する上で重要な役割を担うのが運航管理者。船長とともに出航を判断します。その運航管理者になる要件として、桂田社長は船舶の運航管理の業務を3年以上経験していたと報告していましたが、元従業員によると、桂田社長は船舶免許もなく船での実務経験はない。事務所にも船が欠航になった日に文句を言いに来るくらいだった。桂田社長をよく知る同業者の男性は、もともと宿泊業が本業ですから、こういった観光船とか船とかは全く関係ない人でしたから、全くのやっぱり素人というか、そういう感じなので、もう現場に任せみたいな感じ。さらに運航管理者である桂田社長は、原則事務所にいなければならなかったにもかかわらず、その場を離れていたことも明らかになりました。次々と浮かび上がるずさんな安全管理、それは通信設備でも。4月21日に衛星携帯電話が壊れているということで、海保から指導を受けたっていうのは事実関係としては間違いないんでしょうか？すいません、それは私先も話しましたけど、ちょっと認識しておりません、申し訳ないです。ちょっと地元の人に聞くと、あたりは、au とかだとですね、なかなかちょっと通じづらいっていう話はあったんですけど、そのあたりの認識はございました？そうですね、au はかかりづらいと聞いております。豊田社長の携帯も au だったんですか？ちょっとそこは確かめないと分かりません。
無線ですね、会社のアンテナに関してなんですけれども、船会社としてはですね、かなり大切なものではないかと思うんですが、それが壊れていることにまず気がつくのが遅いのではないかと思うんですが、ちょっといつ壊れたかもすみません、今私今ここでは認識しておりません。通信設備についていずれも曖昧な認識しかなかった桂田社長。海上保安庁は業務上過失致死の疑いで事務所などを家宅捜索、強制捜査に乗り出しています。元検事で海事にも詳しい中村博史弁護士は、やはり高波、風、こういったものの影響、これが主要因として転覆したんだということになると、もちろん社長の出航判断、条件付き運航という話も出てましたが、そのあたりの判断というのがそもそも正しかったのかどうか、そこ自体の誤りというふうに過失の焦点を絞れれば、もちろん社長の刑事責任を問い得る余地は十分にあるかとは思ってます。今回の責任は果たしてどこにあるのか。沈む観光船の引き揚げは着々と進められています。